私の前に一つ教えてほしいことがあるの。あなたやソーマはどうして私の中にいるの？詳しいことは私にはよくわからない。そしてなぜあなたの中にいるのかも理由はわからない。ただ私は使命を持ってここにいる。それはあなたをサポートすることよ。私たちの命を預かるあなたを守り、私たち総意の目的を達成に導くこと、それが私の役目。命を預かる総意なんて言ってはいるけど、私も実のところそんなに分かっているわけじゃない。ただ一つ、ソーマだけはこの世界にのさばらせておかない方がいいということ、それだけは分かっている。だからこそあなたの力が必要なの、フィンネル。どういうものかはまだよくわからないけど、ずっと狭い檻の中に過ごすよりは全然いいもんね。そりゃそうだろう。それじゃ融合するわよ。融合するときには徐々に服が脱げていくけど、あまり気にしないで。服が脱げていく？え？融合するときには肌と肌を触れ合わせないといけないのよ。それってハグするってこと。女の子同士で？そもそも使っている体の成分は同一よ。何を今さら。そういう問題じゃないと思うんだけど。まず最初に青とはどこかへ行ってて。やっぱり追い出されたか。何こんなところでいじけてるのよ。さあ見に行くわよ。ちょっと待て。でもフィンネルが。大丈夫大丈夫、わからないように石の陰に隠れて見ていれば超オッケーだから。この退屈なコスモスフィアの中で一生に一度あるかないかの一大イベントよ。さあ行きましょう。お前本当に心の森なのか。心の準備はいい？だんだんあなたの心の中に今までになかった感情や記憶、思いなどが出てくれば。わかった。ワス・イエラ・エグゼク・フリ・コスモスフィア。And choose your and pivot your. とにかく入り込んでくる。大丈夫。決して拒絶したりしないで。お願い。何？誰？お願い、私たちを助けて。もうダメ。私たちには全てを消すしか。誰なの？何を言ってるの？
それは。とにかく命を、生命力を。あなたは助けてくれる。私、そう、私たちの命助けてくれる。そんな、急にそんなこと言われても無理よ。大丈夫、私たちを一緒にいさせてもらえれば。ありがとう。フィンネル、大丈夫か？しっかりしろ。青と。よかった。急に倒れるからびっくりしたぞ。記憶と思いの吸収が急激に行われたから、一時的にショックを起こしたのね。そういえば青と、どうしてここに？いや、それは。外に出ていてって言ったじゃない！バカ青と！これであなたは私と同じ。私の世界は共有できるようになったわ。いろいろ聞きたいこともあるかもしれないけど、まずは急いで相馬軍を倒さないと。西軍砦まで来てくれる？